まるでフリルのような愛らしい姿と色とりどりの豊富なバリエーション、可憐に咲き誇るカーネーションに込められた物語が今始まります。カーネーションはよく春の花と思われてますけども、実は6月に苗を定植して9月下旬10月から翌5月までずっと収穫しているのがカーネーションの栽培スケジュールになります。雲仙市瑞穂町でカーネーションを栽培している浜塚剛さん、およそ2000坪のハウスで80万本32品種を育てています。カーネーションの苗を毎年約私で10万本植えます。10万本定植した苗からだいたい年間収穫本数は80万本。一つの苗からこういうふうに脇芽が、出てきます。この脇芽をまた成長させて一株から平均8本収穫するような体を作っていきます。浜塚さんが栽培しているカーネーションのほとんどは一般に流通していない品種ばかり、常に新しい品種に挑戦しています。毎年32品種のうち3分の2は入れ替えます。やはり色のブームであったり、花屋さんがやっぱり使いやすい色、消費者のやっぱり求められる色、それを常に追い求めるためには入れ替えていろんな品種への挑戦ということをしています。世の中のニーズに合う花を届けたい、そう語る浜塚さん。品質にも並々ならぬこだわりがあります。いいカーネーションを作るためにいろんなことへ挑戦をしてきました。その中でも特にこだわっているのがやっぱり土作りです。特に意識しているのは土の中のやっぱり微生物、悪い微生物が増えすぎるとカーネーションが思うように成長できません。健康体な土に持っていくことでより良い綺麗なカーネーションが生まれる原点になります。そのこだわりが認められ県の品評会で8年連続県知事賞などを受賞。平成31年に栽培した品種オアシは全国の品評会で農林水産大臣賞を受賞し、その名を全国に轟かせました。やはりですね、私の中では常に挑戦し続けること、失敗してるからこそまた次の年にはその失敗を成功へ変えていく、いろんなチャレンジをします。